香るという字に行きますね。まず、ちょっと45度に多少寝かせ気味ですね。伏せるまっすぐの一を書いたら、上より下をかなり長くで止めます。このところから45度で払ってきますが、長く持ってきてかなり開いてきますね。で、ちょうどこの火にかぶるぐらいですね。それぐらい長くても大丈夫です。ただ、この下に縦長の火を書きますが、この長さと、似たような長さで、縦よりも横を短く、同じ間隔で降りていきますね。ちょっと長め。2等分で真横に止めます。